これより表彰式を行います。はじめに日本プロフェッショナル野球組織榊原貞之コミッションにより、読売ジャイアンツ阿部慎之助監督にジェラセントラルリーグ選手権試合優勝ペナントが授与されます。NPB の榊原コミッショナーから優勝ペナントが今阿部慎之助監督に渡されました。あのレギュラーシーズン優勝争いペナントレースというのはまさにこのペナントを勝ち取るための ね、このペナント来シーズンはその球団旗とともにこう1年間チャンピオンチームだけが掲げて、そうですよね、まあ、キャンプからね、そのもと、ね、練習して、ね、戦いが始まりますね。戦うことができます。そして優勝トロフィーです。優勝トロフィーを掲げた阿部慎之助監督です。榊原貞之コミッショナーから優勝ペナント、そして優勝トロフィーが阿部慎之助監督に贈られました。9月28日マツダスタジアムで優勝を決めたジャイアンツ、このホーム最終戦でその優勝ペナント、あ、今岡本キャプテンに渡されまして高々とそのトロフィーを掲げました岡本キャプテンです。この後はこの笑顔のナイン阿部監督を中心に1年間ご声援をいただいたファンの皆様への感謝を込めて監督、コーチ、選手が場内を一周いたします。この後はこの優勝ペナント、そしてトロフィーを掲げての場内一周ということになります。あ、もうエキサイトシートに座っていたファンはもう最前列に身を乗り出してそのナインを迎えようかというところです。これがその1年間戦って勝利の証のペナントですよね。そうですね、あの高橋由伸さんも現役時代何度もご経験あるかと思いますが、こうして表彰されて場内一周するというのはどんなお気持ちでしたか。いや、あのね、自分たちの達成感もありますし、はい、当然ね、阿部監督たちもね、阿部監督も話していただいた通り、そのね、やっぱファンの、ね、皆さんにね、声援に対する、ね、感謝の思いも込めてね、これからみんなね、このペナントとともにね、この場内を一周してましたね。そしてこの場内一周、この優勝表彰セレモニーに参加しているのは本当にその今日ベンチ入りしたメンバーだけではなくて、はい、もう1軍を経験した選手たちが多分、ね、この1軍に、ね、登録された選手たち、はい、というのがね、まあ、全員かどうかちょっとね分かんないんですけども、本当にたくさんの、ほとんど、ね、来てるんじゃないかなと思います、ね、選手が今日このグラウンド上、そして門脇が優勝トロフィーを持って、そしてそのペナント阿部監督、岡本キャプテン、大城選手会長、ベテランの長野坂本、さらに菅野、戸郷、丸、小林、山崎、吉川、大勢、さらに岸田、浅野、こういったところがそのペナントを持って手を振りながらこれからゆっくりと場内を一周するところです。一軍メンバー、そしてコーチ陣、そして一軍で今年ゲームに出たという数多くの選手がこのジャイアンツ今日このセレモニーに参加しています。まず今日の試合で山崎伊織が2年連続の2桁勝利、今シーズンジャイアンツにとっての77勝目を飾りました。143試合レギュラーシーズン全ての戦いを終えましたジャイアンツ、優勝トロフィー、そして優勝ペナントとともに今東京ドームの場内、まだ
ほとんどのジャイアンツファンが席を立っていません。そのジャイアンツファンの大歓声に応える形で場内一周、阿部新監督のもと球団創設90周年、その節目の年に見事に4年ぶり39回目のセリーグ制覇、ジャイアンツが阿部監督のもと見事に新しい風を吹かせたシーズンでした。笑顔の阿部慎之助監督、ベテランから若手まで、まず岡本、このチームの中心としてキャプテンとして1シーズン全試合出場を果たしてという4番としての活躍が一つありました。そうですね、本当チームの、ね、キャプテン4番として、その、ね、勝つことも負けることも、ね、全て、ね、一番、ね、受け止めて、ね、前面に立って、ね、戦い切ったシーズンだと思いますし、はい、厳しいことを言うと、ね、数字は、ね、まだまだ、ね、物足りなさは、ね、ま、ありますけども、はいはい、でも、ね、よく、ね、チームを引っ張ったんじゃないかなと思いますね。それから吉川も、最後の2試合はもうその痛みを押してという出場でしたが、はい、全試合出場という一つの勲章を手に入れました。はい、チームの顔と、ね、ならなくちゃいけない、ね、なるべき選手の一人だったんですけど、なかなかね、まだまだそこにまで行ききれなかったところはね、多分そこはね、首脳陣たちも感じたと思うんですよね。だから彼をなんとかね、チームの軸に顔にしなくちゃいけないといったところで、彼をね、とにかくセカンドで、使い切りたいという思いもあったと思いますし、はい、そういった門脇とね、2人でね、このチームの軸にしようとしたところ、門脇がちょっとね、前半苦しんだ中で、はいはい、やっぱりその吉川尚輝がね、こうやって全試合ね、戦い切ってくれたというのは、そういったところもね、カバーしたという部分では、本当にね、岡本と並ぶね、野手の中では2人がね、ちょっと軸になってくれたというのは、チームにとって大きかったなと思いますね。